びよ。ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、横深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか死をもって分からせてやる。神官シャフトの手によって復活したドラクラ伯爵はリヒター・ベルモンドにより倒された。しかしそれから4年後の満月の夜、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って当てのない旅に出たマリア・ラーネットであった。道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度した蘇るはずのないドラキュラ城が忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シー・ベルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めるほどのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱き、宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。Thank you.
誰だ。開け、冥界の門。入れよ、我が凄みを。こっち。貴様、まさか。我が城を汚す、小賢しいハエを叩き潰せ。間違いない。奴はベルモンドだった。奴が上司だというのか。母上。その声はアルカード。そこにいるのね。母上、今助けに行きます。ダメよアルカード、来ちゃダメ。でも母上。いいのです。私の命で皆に幸せが訪れるなら、私は喜んで死を迎えましょう。ダメだそんなこと。ごめんなさいアルカード、あなたにばかり辛い思いを。でも私からの最後の言葉を心に留めて生き続けて。
母上。人を憎しみなさい。そして殺しなさい。生き続けて罪を重ねるよりも、死んだ方が人間には良いのです。さあ、そこの人から殺しなさい。違う。どうしたのです、アルカード。そんなことは言っていないはずだ。何を言っているの？殺して皆を幸せにするのよ。断じて母じゃない。貴様、何者だ？私の呪縛を破るなんて気に入ったわ。許さん、貴様にも死すら生ぬるい。ゆっくりと虜にしてあげる。いらっしゃい、坊や。の匂いが、まさかこの強さ、そして美しさ、ああ、間違いないわ。あなたは伯爵様の夢の世界での死は精神の死だ。抜け殻のまま永遠にさまようがいい。待って、お願い。その声は、マリアか？ごめんなさい。やっぱり、あなたの言った通りだった。やはりベルモンドだったか。私には彼の意志だとは思えない。でも、私の力では彼を、リヒターを止めることはできない。だが止めねばならん。わかってる。だから、悪いけど、あなたの力、試させてもらうわ。さすがね。これならきっと。お願い、リヒターを助けてあげて。その保証はできん。だが、必ず奴を止めてみせる。それも仕方ないことね。そうだ、これを持って行って。これは？身につけていれば、邪悪な幻を見破ることができるはずよ。そうか。では奴が死なずに済むよう祈っているがいい。待ちかねたぞ。答えろ。なぜベルモンドがドラキュラ復活を企む？伯爵は百年に一度しか蘇らん。そして、俺の役目は終わった。だが、俺の血が戦いを求めている。奴さえ復活すれば、戦いは永遠に続くのだ。素晴らしいぞ、その力。見せてやる、最後の技を。アイナー！終わりだ、ベルモンド。そうだ。人と吸血鬼の戦いの歴史は、今ここで終わる。駆られる者がいない今、狩る者は不要だ。もう、ここには俺の居場所はなかったのかもしれないな。
無事だったようだな。アルカード、リヒターはどうなったの？残念だが。そう。ありがとう、彼を止めてくれて。悲しいけど、これも運命なのね。これで君の旅も終わるな。いいえ、まだ終わらないわ。何が彼を狂気に駆り立てたのか、その原因を調べるまでは。そうか。では旅の幸運を祈る。さらばだ。さよなら。アルカード、あなたも元気でね。待ちかねたぞ。答えろ。なぜベルモンドがドラキュラ復活を企む？伯爵は百年に一度しか蘇らん。そして、俺の役目は終わった。だが、俺の血が戦いを求めている。奴さえ復活すれば、戦いは永遠に続くのだ。その考えが己自身のものなら、それもよかろう。なんてことだ。ありがとう、アルカード。リヒターを助けてくれて。アルカード、まさか我が祖先ラルフと共にドラキュラを倒した？そんなことはどうでもいい。お前を操っていた者はあの城にいるのか？ああ、そのはずだ。マリア、リヒターを連れて城を出ろ。あとは俺がやる。ええ、わかった。
ここまで来てしまいましたか。もう一度だけ申す。父君のため手を引かれよ。最初からその気はない。いやもう得ませんな。我が主のためその魂いただく。負けるわけにはいかない。
さすが我が主のご子息よ。ベルモンドを操っていたのは貴様だな。いかに我こそは愛国神官さ。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜベルモンドを上司として祭り上げた。ヴァンパイアハンターは古来より聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だがハンター同士が戦えばベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力ならまず倒すことはできまい。その通り。奴を操って上司に据えることで儀式に邪魔なものを排除したのだ。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の意見にとして何時の地続き配信を捧げる。自分の肉体を捨てた者にこの世での居場所などない。貴様の好きな暗黒へ旅立つがいい。だが我が家の方は成就した。我が主ドラキュラ伯爵よ、腐り切った世界に破壊と混沌を。ほう、誰かと思えば久しいな、我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな世まい事を言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再びあなたを倒す。今日で、これが私の自信の力。
るべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは、守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが、私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。無事だったようだな。アルカード、よかった。あなたも無事だったのね。すまない、俺のせいでまた実の父を。気にするな。自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。そう言ってくれると助かる。だがよく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは奴じゃない、人間自分自身だということ。分かった、肝に銘じておこう。アルカード、これからどうするの？俺の体に流れる呪われた血はこの世界には不要だ。人目につかぬ方がよかろう。そう。ではさらばだ。もう二度と会うこともあるまい。いいのか、マリア。追わなくても。いいの。今の私では、彼の心の傷を癒してあげることはできない。それに、また会える気がする。その時には、きっと。そうか。さあ、行きましょう。みんなが待ってるわ。